裏世界ラボ。金閣が燃えている。1950年7月2日午前2時頃、京都にある臨済宗総国寺派別格地六音寺、通称金閣が全焼した。火事が起こった原因は放火だ。犯人は林翔健21歳、当時六音寺で徒弟だった人物だ。一体どうして寺に仕えていた彼が金閣に火を放ったのか。金閣が焼けたことは有名だが、犯人のことを知っている人は少ないのではないだろうか。林翔健は舞鶴近くの漁村で生まれた。父は寺の住職をしていたが、檀家は村人だけ。収入がほとんどないために生家からの援助で暮らしていた。そして林は小さな頃から喫音症で悩んでいた。こいついつも変な話し方するよな。おい、何か喋ってみろよ。あのなんだその話し方、日本語話せないんですか。喫音症とは語句の一部を繰り返し話してしまったり、語句を引き伸ばして話してしまう障害だ。こんにちは。それに喫音症は周囲から笑われてしまったり、緊張する場面ではさらに症状がひどくなってしまう。喫音症という言葉が世間に認知されていなかった戦後は、今の時代よりも風当たりが強かっただろう。林はこの喫音症のせいでうまく会話ができないことから、親しい友人を作ることはしなかったそうだ。しかし林は会話は不得意だったが、学校の成績は優秀で常に 1,2 番を取っていた。きっと将来すごい僧侶になるぞ。ええ、覚えも早いし、この子は天才よ。そのため両親は林が大学を出て立派な僧侶になることに期待をしていた。中学に入ると林は叔父の家に下宿をするようになった。父さん大丈夫かな。もともと病弱だった父の病状が悪くなっていたからだ。中学になっても友人ができない林は相変わらず周りからバカにされていた。林、なんか喋ってみろよ。お前が教科書読むと何言ってるかわかんないんだよな。羞恥心や思春期、いろいろな葛藤がある中で喫音症を指摘されることはとても辛いものだった。そんなある日、林は父に六音寺へ行くことを勧められる。え、京都市に僕が。ああ、臨済宗総国寺派六音寺の住職に頼んだ。いやです、離れたくありません。私はもう長くない。それなら僕が働きます。お前は優秀だ。六音寺の徒弟になれば大学に進学もさせてもらえる。立派な僧侶になるんだ。わかりました。父に説得された林は舞鶴から京都の六音寺金閣寺に移り住んだ。しかしそこでの生活は林にとって厳しいものだった。寺育ちではあるが、六音寺のように規律された生活を送っていたわけではない。慣れない生活に林は戸惑っていた。住職、その…なんだって。食事の用意が。もっとはっきり話すことはできんのか。何が言いたいのかわからん。また住職に注意されるたびに林は嫌われていると思うようになっていた。一度寺から叔父の家へ脱走して波紋にもなったこともある。しかし脱走したことを母親に知られ、林は説得される。あんな大きなお寺にお世話になれたのよ、戻った方がいいわ。いやだ、俺は僧侶になることに向いていないんだ。翔健が大学に進学して立派な僧侶になることがお父さんの夢だったのよ。もちろん私もそう思ってる。ねえ、一緒に謝罪をしに行くから戻りましょう。はい。学校へ通うためには六音寺で生活する必要があった。父が亡くなり、母の稼ぎでは大学に進学させることができなかったからだ。結局林は住職に謝罪をして寺に戻ることになった。そして林は望んでいた大学へ入学した。だが1年時は中くらいだった成績がどんどん下がり、3年時には最下位になってしまう。せっかく大学に入ったのに俺は何をやってもダメじゃないか。やる気をなくした林は大学を休むようになり、寺の修行にも疑問を抱くようになった。金銭欲を持つなと教えるくせに、金閣の配管料で贅沢をしている奴らがいる。僧侶じゃない奴らの方がいい暮らしをして、僧侶を目指している俺たちは質素な生活。この寺の教えは矛盾をしているのではないか。この頃から毎日目に入る金閣の美しさに苛立ちを覚えるようになったという。皆が綺麗だ優美だと称賛する金閣を壊したい衝動に駆られていた。何が金閣だ、みんな浮かれやがって。住職、金閣の火災報知器が壊れてます。そりゃ大変だ、すぐに修理の手配をしてくれ。ある日、林は金閣の火災報知器が壊れていることをたまたま耳にした。そしてこのチャン
ンスを逃しはしなかった。今なら金閣を燃やせる。すべて黒焦げにしてなくせるんだ。林は火災報知器が修理される前に金閣に忍び込んだ。そして足利義満の座像の下に藁を敷き火を放つ。燃えろ、燃えるんだ。林は放火した後、ここで自分も命を絶とうと思った。しかし火の回りの速さに怖くなり逃げ出してしまう。火事だ、金閣が燃えてるぞ。水を持ってこい。林は裏の大文字山に急いで逃げた。炎上している。その日は強風で小さな火種も一気に燃え、金閣は全焼した。幸い人的被害はなかったが、足利義満木像、観音菩薩像、阿弥陀如来像、仏教教官などの文化財も焼失してしまった。警察は鎮火後に行われた現場検証により不審火の疑いがあるとして寺関係者を一斉に取り調べることにした。徒弟はこれで全員か？証券がいません。いつからだ？多分昨日の夜から。そして行方不明中となっている林の捜索が始まった。おい、いたぞ、倒れている、応援を。林はすぐに大文字山で倒れているところを発見された。動機は何だ？自分の気持ちがまだよくわからない。でも火をつけたことは悪いと思ってない。なんだって？お前は国宝を燃やしたんだぞ。理由があるだろう。全てが嫌になったんだ。俺の吃音だってそうだ。金閣の美しさも参拝者も全て腹が立った。世の中の美が自分にとっては醜いと感じる。これは俺のせいじゃない。自分たち若い世代が悪い環境に置かれてるからなんだ。林が環境のせいにするのは理由があった。当時アプレゲール犯罪というものが流行っていたからだ。アプレゲール犯罪とは、戦後に戦前の価値観や権威などが崩壊し道徳観が欠けてしまった若者が起こした犯罪のことを指す。有名どころだと現役東大生が闇金融業で警察に検挙された光クラブ事件や、日本大学の運転手が職員の給料を強奪して恋人と逃亡した日大ギャング事件などがある。警察は生まれつきの喫音の悩みや、母から六音寺の僧侶に出世することを期待されていたプレッシャー、寺での教えと現実とのギャップなど様々なことに影響されて起こった事件ではないかと推測した。推測となっているのは、結局は動機がはっきりとわからなかったからだ。なぜなら林はそれらしい動機を話すこともあったが、時には違う理由を話していたからだ。火をつけた理由は世間を騒がせたかった。以前に話した内容とは違うじゃないか。じゃあ社会への復讐のためだ。その後林は懲役7年の判決になり刑務所に入所する。服役中に結核と統合失調症の症状が発見され、医療刑務所で過ごすことになった。医療刑務所で林を診断していた医師は、犯罪を起こした原因に統合失調症のせいもあったのではないかと語っている。殺される、奴らが襲ってくる。林の統合失調症は明らかな進行が確認されていたからだ。それから1952年に恩赦で5年3ヶ月に減刑され、1955年に林は出所する。しかし結核と重度の精神障害により翌年3月に病院で死亡した。現代に生きる私たちには理解しがたい林の行動だが、この事件を題材にした金閣寺という三島由紀夫の作品では、林の人物像や犯行動機について綴っている。林と同じ鬱屈していた社会に生きた三島の見解だからこそ、国内外から評価されているようだ。金閣は事件の5年後に再建された。ちなみに現在の金閣は放火前のものではなく、創建当時の姿を再建したものである。林が見ていた旧金閣はほとんど金箔が剥がれ落ちており、簡素な風情のある建物だった。もし現在のきらびやかな金閣を林が見たらどう思うだろう。さらに美しくなったと思うのか、それとも豪華さを醜く思うのか。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。